第16回必殺技カイリー・アービングダブルバックビハインドからのレイアップシュートについて今回は見ていきます。はい、カイリードライブ突っ込んでダブルバックビハインドレイアップシュート、見事に決めました。はい、ではもう一度スローモーション、ダブルビ腰より低い位置でドリブルしてますね。ここがポイントです。そうすることによって切り返しが速くなりますので、そのままスピードを落とさないでレイアップシュートに行けました。はい、では私もやっていきましょう。これはちょっとあれですね、ボールが腰より高い状態でバックビハインドなんで、ちょっとスピードが落ちてしまってますね。もう一度いきます。もう少し低い位置でやるといいかもしれませんね。はい、皆さんもやってみてください。